この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。ミドル、これは少し不可思議のシュートになりました。いや上は外れましたけどもね、狙っていくのはいいですよね。まあ、こういう姿勢は次につながると思いますけどもね。危ない、ここかわす、田川、菅、田川、さあ一気にカウンター、チャンス来た、シュート、うおー、いやいい反応でしたね北澤さん。いやキーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。さあここから持っていく、ムロヤ、アウェー側としては止められちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどもね。フリーだ、シュート、うわー、いやー、うまくフェイントを使って相手をかわしてね、シュートまで持っていったんですけどもね、もうあとはフィニッシュだけですよね。ミゲルマナス、ミゲルマナスからターテのボール、大島。さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。どうする、フリーだ、打った、シュートに持っていくための今のファーストタッチ素晴らしかったですね。まあボールをもらう前に自分にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。1対0先制しています。もう1点取ることによって試合の進め方、うん、こうメンタリティの部分大きく違いますからね。はい、佐々木、橋岡、一旦戻します。室谷、大島へ、長いボール縦へ、大島、中川、素晴らしいパス、田川、追加点、怒涛の追加点、美しいパスワークからのゴールでした。いやー、つなぎながら見事に相手を崩しましたよね。技術的なところもそうですけども、選手同士の連動が見事でしたよね。田川、今日2点目です。さらに1点を追加し2対0としています。ホーム側としてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね、レフリーファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。いやこの2点目はね、これも終わるんじゃないかなというところでね、追加点でしたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが相手もまだまだスピリット旺盛ですからね、後半期待したいですね。
2対0とリードして後半へと向かいます。さあ後半スタートです。アンサルディ、橋岡、三浦へ、佐々木、橋本へ、菅へ、このボールに触ります。菅からのパスは通りませんでした。抜けてくる、森島、今日ワンアシストです。田川、おっとルーズボール、ミドル、長いボールを送ります。アンサルディからバーディー、さあ左サイドへ、左サイド上がっていきます。さあそのまま行くのか、コーナーキック、ここクリアで難を逃れます。ルーズボール、さあ一人で持っていく、室谷抜けるか、橋本サイドへ、室谷へ、激しいボールのダイヤです。出るか、フレンキーで読んで、これはファールです。イエローカードです。審判に抗議しますか、これは認められません。三浦、橋岡、組み立て直します。あっとこれは危ない、三浦、菅へ、橋本、大島へ、ここで笛です。2対0、素晴らしい勝利です。さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。